天が崎市川駅舎向川の上をまたいで、ホームが設置されている向川駅は、兵庫県天が崎市大塩西町一丁目及び、西宮市向川町にある、阪神電気鉄道の駅。駅番号は、HS12。急行・区間急行の停車駅で、昼間及び休日は、快速急行も停車する。向川駅の参戦機場を通過する。 国鉄貨物列車と停車中の1121号。1121号の微灯の個数、取付位置やドアの張り出しステップさらに、行き先板が、向こう側、須崎であることから1950年代半ば、撮影と思われる、向こう側線ホームに停車中の阪神3301、京本線は、向こう側に架か,かる橋梁上に、相対式ホーム2面2線を有する。有効長は、 近鉄車両を8両編成に対応可能。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。向川線の接続駅であるが、向川線への連絡線は当駅ではなく、当駅なるを、向川女子、大前駅間にある、向川信号場で分岐している。かつてホーム有効庁は、阪神車両6両編成分の長さであったが、 近鉄との総合直通運転を開始する直前の2008年に、向川線への連絡通路の一部を回収し、ホームとしたことで、近鉄車両6両編成分に対応した135メートル程度の長さになった。同時に、LED 式の案内表示装置が設置されている。さらに自動放送についても詳細タイプとなったが、2017年1月現在、文面上で、 乗り場番号は省かれている。このほかホームに風雨が流れ込まないよう、大阪方面、雪ホームのみ壁面が金網からアクリル板に取り替えられた。2020年3月14日のダイヤ改正で、本線で8両編成の快速急行を運転開始するため、2019年6月頃より、再度、向川線への連絡通路の一部を回収し、 ホームを西側へ約40メートル延伸する工事に着手した。これにより有効長は170メートル程度となり、近鉄車両8両編成の停車が可能となった。向こう側線ホームは、西の宮市側の地上部で本線の南側にあり、島式ホーム一面二線を有する。西側の線路は行き止まり、東側の線路は、引上げ線及び本線への連絡線に続いている。 西側の線路には、場内、出発信号機とも設置されていないため東側の線路のみ使用され、実質は短式ホーム一面一線である。なお、日中の運用は一編成のみのため、他の一編成は、ホーム北側の引上げ線で本数が増加する、夕方まで対白している。車両が対白する位置付近に3キロポストがある。橋の両端、つまり、西の宮市側、 天ヶ崎市側の双方にある。天ヶ崎市側は、向川堤防上に、本線の上下線それぞれのホームに接する形で、駅舎がある。西宮市側は、向川線ホームに接する形で、堤内の地上部分に、駅舎がある。向川橋梁上の本線ホームと堤内にある、向川線ホームの間は、連絡通路が設けられている。この連絡通路に、エレベーターが設置されているが、 西宮市側の改札口から大阪方面ホームへの連絡通路は線路のもとに設けられているため大阪方面ホームへのエレベーターは一度乗り換えて2回乗る必要がある。なお、西宮市側、尼崎市側ともに改札口までは階段のほかスロープが設けられている。向川線の駅はすべて無人駅であり、特に東なるお駅、須崎駅には 自動券売機の設置もないため、西宮市側の駅舎内、向川線ホーム入り口手前には、中間改札が設けられている。また、向川線ホーム側の中間改札横には、自動券売機が設けられており、東なる駅、須崎駅からの乗車で切符を所持していない場合は、ここにある券売機で切符を購入の上、中間改札を通過して出場する。 かつては西宮市側には駅舎はなかった。本線から向川線へと乗り継ぐためには一旦天ヶ崎岸側の改札から出場した後、橋梁の最も南側にホームに隣接する形で設置されている改札外連絡通路で向川を渡る必要があった。この通路は西宮市側に駅舎が設置され、両路線が 改札内で乗り換えられるようになってからもそのまま残地、され歩行者用自由通路として使用されており、漁師を往来するのに利用されている。なお、改札外連絡だった時代は、阪神本線から向川線に乗り継ぐ際は、降車時に改札口の駅員に乗り継ぎを申し出て、向川線ホームへ向かうようになっていた。一方、向川線内だけで完結する乗客あるいは、 向川線から阪神本線に乗り継ぐ乗客は向川線の車掌に申し出て車内補充券を購入するようになっていた。向川線ホームの番線番号は設定されていない。公式サイトの構内図では番乗り場の表記は使わず向川線乗り場と表記されておりスマートフォン向けアプリ、阪神アプリの行き先表示機能も番線番号を表示する欄が空欄となっている。 2019年時の1日平均乗降人員は29,867人である。近年の1日平均乗車、乗降人員数は、下表の通り。天ヶ崎市川駅舎の南側200メートルほど離れた国道43号高架下に、向川停留所があり、阪神バスが発着する。かつては、西の宮市川の駅前にもバスが発着していた。ありがとうございます。